ポイント争いは上位そしてボーダーライン近辺と最後までもつれた展開となりました G1 第60回中国地区選手権競争予選最終日4日目最終12レースの予選競争が始まります6選手2マ付近近近づいていきまして6番、川下定団から離れましたコース争い動きはありませんこの時間帯は風は比較的弱めの水面コンディションです 予選最後のレースで得点率トップが決まりますさあその得点率トップかけて可能性残すのは1番の白井と5番の茅原順優1号艇さらには逆転トップをかけます1コースに1番の白井英二前半戦は追い上げて逆転勝利でした1番の白井1コースからまずは順優1号艇向けましては2着以上が条件 2コース、2番の金田ユキ子予選突破へ向けては大敗はできません5着条件3コース、3番長尾翔平こちらは予選突破へ3着条件4コース、角14番、山下和彦1着取って6点ちょうどでもボーダー6.17までは届かずそして得点ストップは3着条件5番、貝原優樹、6コースは2着条件6番、川下浩二インコースから1番、2番、3番4番、5番、6番でスタートしました。 わずかにセンター性コースタート少し遅れた1コース、1番白井ですが伸び返す、イン先前、1番の白井が逃げる、まくりに行くのは3番長尾、4番山下、5番の貝原、貝原、まくって攻めて、さあこの辺りには2番トラスになります、逃げて1番の白井が先頭、2番手は3番長尾、外、5番の貝原、並んでいます、すぐ後ろには6番川島、スタートは前提、正常でした。 2マークここは2番手、内から3番、長尾が先手を取る外、攻めて5番の茅原届きませんここは2番手、3番、長尾が抜け出してきました2手、シーハンス3番手に後代は5番の茅原上位3手は1番、3番、5番ですこの後ろは2番の金田と6番、川下の争いで2周1マークです。 さあ外から5番の貝原、全速戦が挑んでいきますが3番、長尾がここは振り切ります2番手抜け出しています、3番、長尾リードは2点伸半と変わらず5番の貝原、3番手上位3点は1番、3番、5番です先頭、5点伸リード1番の白井がトップで2周目2マークの戦いです2番手が3番の長尾そして5番の貝原、3番手この後ろも2番の金田そして6番の川下4番、山下と体勢変わりません レースは最終周回に移りました先頭は1番の白井英二若干後手を踏んだスタートでしたが伸び返して押し切りました1番の白井が逃げて先頭今日連勝ゴールこの勝利でポイントは8.67としますそして2番手水槽3番長尾3番で5番の貝原貝原、この3着のゴールですと9点ちょうどでポイントトップになります。 最終ターンは幕内戦外です、2連単は1番、3番の組み合わせは4倍ちょうどのツー3連単、1番、3番、5番7.1倍です、先頭1番、白井豪林3番、長尾豪林5番茅原合輪、萱原豪林2番、6番の順で豪林4番、山下豪林。